全国の大学生たちが研究開発した商品を一堂に集めたフェアが新宿の百貨店で開かれています。牧野さんのリポートです。大学での研究開発によって作られた食品を販売するイベント、その名も大学はおいしいフェアに来ています。たくさん人が来ていて活気がありますね。会場では全国から36大学が地元の特産品を使ったものから若者ならではの斬新なアイディアを盛り込んだものまで100種類以上の商品を販売しています。こちらは私たちの健康をサポートしてくれる可能性を秘めた豚肉です。普通の豚肉より脂肪分が少ない豚肉ということで、あと味も結構さっぱりしているので、でも美味しいです。特殊な餌を与えられているため、一般の豚肉よりビタミン B1 が豊富で脂肪分も少ないということで、いずれは人間の肥満の解消に役立つ研究へつなげていくそうです。こちら東京大学のブースですね。早速行ってみましょう。都内から参加する東京大学のブースに陳列されているのは色鮮やかな練り物です。いただきます。本当に鮮やかな黄色です。食感がすごくしっとりしていて滑らかです。美味しいかまぼこです。ピンクや黄色の秘密は海水から取り出した植物プランクトンです。地球環境を浄化する植物プランクトンを増やし、新たな産業を生み出そうとかまぼこに練り込み売り出すことを思いついたということです。この催しは23日まで開かれています。